四国の鉄道は結構な部分が絶景といっても差し支えないところを走る。言い換えると儲かりっこないだろうなってレベルの場所にも線路が張り巡らされている。だから JR 四国の経営基盤は民営化当初から図工室の机くらいボロボロの方々だった。ま、都市空間で四国の鉄道事業をやれってのも無理やから、JR 四国は経営安定基金に頼って、赤字をなんとか穴埋めしてもらいつつも、特急の増発やハイスペ車両の導入を進めてきた。せやけどその成果は芳しくなく、あの高松駅舎のように、アホ面かいて笑うことなど、到底できひん。そういうわけで四国の路線は、ほぼ全部が赤字を垂れ流す、実金まみれの問題児。そんな地味猛量が救う四国管内にも、独り勝ちしている路線がある。それが、本州と四国を結ぶ、本渋三線。でも本名がやたらめったら鼻につくからか、みんな瀬戸大橋線って呼んでるやつ。とにかく今回はその本渋三線をぶっ飛ばす快速マリンライナーに乗りながら、本州と四国を70年以上にわたって結んできた向こう航路についても語っていこうと思いまんこ。車両は5000系、 JR 西日本では新快速にあてがわれてきたボンボンな車両223系2000番台をベースに、竹本ピアノのダンサーみたいな全面形状が特徴の2代目のマリンライナーとして導入された車両。JR 四国切手の花形車両はそこそこ悪くない評価を叩き出したか、今年の春には利用人数が3億人を上回ったねんから、ヘッドマークをこれ見よがしに掲げとる。日本の人口なんて 1.2 億人しかいないねんから、どんだけ背伸びしてものぺがつこうというところ。さも3億の人間が1回ずつ使ったかのような物言いで、無骨な顔して高顔無知な体裁や。ところで前面だけ眺める分にはいくらつぶさに見つめたところで223系の片鱗すら感じられないけど、5両あるうち岡山寄りの4両を側面から見れば、京阪神地区の四年隊が四国に上陸したかのような、アポステリオリに往復ビンタされたかのごとき錯覚が視界にまざまざと飛び込んでくる。実際さっき映したやつのうち岡山寄りの2両は JR 西日本金製の車両、とても大役を任されとる風貌には見えへんかったけど安心したってな。この2階建て車両を含めた高松寄りの3両は JR 四国お手製、別に本州の会社でもないのに桃太郎とそのお供のロコまで刻まれとる。でもロゴのブルリを囲む香川イコール岡山桃太郎ネットワーク、手持ちの意図はよくわからん。四国は実は植民地化された鬼ヶ島で桃太郎への霊俗を強いられているってことか。まあ死の子の言わんとだったと乗るで。1号車は座席指定で、1階が普通車指定席、2階と平屋部分がグリーン車指定席。今回は自分へのご褒美として2階のグリーン車を抑えた雑影のためって、嘘も方便ってもんがあるやろ。第1座席の座り心地は指定席もグリーン車も変わらないんだぞ。何が自分への褒美だ。懐を痛めながらおあつらえ向きの建前を紡ぎ出すのがお前にとっての喜びなら私は否定しない。大衆消費社会の波に飲まれ、みじめに方法と生きて最後に燃え尽きてしまえ、グリーン車と資本主義を全否定すんな。そもそもこいつのベースは首都圏によくある2階建てグリーン車、あっちにさえ網棚がないんだから、こっちには望むべくもない。大荷物の時なんかには不利では。そこはグリーン車らしい余裕のシートピッチでカバーすりゃええ。2号車以降の普通車はシートピッチが910ミリ、1号車の1階席でも970ミリ。でもグリーン車なら1000ミリと余裕の感覚や。これなら大荷物でも困ることはないで。だとしてもお土産の量は考えろだか。考えたで袋の数を考えろってことじゃなくて、量を考えろって言ってんだよ。車を駐車場から出すクソゲーみたいな要領で土産をまさぐって、のらりくらりと反省から逃げようとすんな。って言ってたら、反対側のホームにもマリンライナーがお出ましのよう。今乗ってる麗しい塗装のこいつに比べて、したたか塗装がけばい気がするけど。この塗装の違いは言えばさらなり、製造時期が違うから。今乗ってる方は初期の製造で、瀬戸内海の深い紺をイメージしたラインが刻まれている。一方でさっきすれ違ったやつの塗装は、夕日に輝く茜がテーマ。紺は、涼しげな風貌が青いっぽいカラーリングやし、何より、茜ちゃんが主役の車両もいるってわけで。差し詰めマリンライナーは、まさに事の始まりといったところやな。こいつ何言ってんのみたいな反応すんな。とにかく、予想にも座席もノーブルチ見たグリーン車、ぜひ乗りたいと、週8切符片手に、よだれを垂らす人もいそうやねんけど、お会いにくさま、普通列車といえど、こいつはグリーン指定。グリーン車指定席にまでしゃしゃることなど、18キッパーには到底許されず、別途乗車券を払うようにと折檻されるので、そこは胸に刻んでおくべし。ちなみにグリーン券は1000円。観光列車と考えれば、安いもんっす。ちなみに10月から値上げされるらしいけど、チケットレス特急券に甘えれば、依然として1000円のままなので、どこまでも猫なで声でおもねって、猫をひたむきにかぶっておくべし。ってわけで高松を出発、岡山までは1時間以内に着くようになってる。その1時間以内という理念を貫くためか、途中停車駅は基本的に4駅のみと最低限の構成。さて、じゃあマリンライナーを語る前に、マリンライナーの前身とでも言うべき、向こう航路を先にやっつけちゃおう。そもそも、高松と岡山の鉄道を結ぼうって考えは、120年も前からあった。それに膝を乗り出したのが、山陽鉄道、山陽本線にあたる路線を下関まで敷いたやつ。下関までの長大路線の敷設を、1901年に完遂するだけでも、スーパー偉業ではあったんだけど、山陽鉄道の面の皮の厚さに比べれば、山陽本線などちっぽけで満足できやしない。だから、宇野から高松を船で連絡すべく、岡山から宇野にまたがる宇野線を敷こうとした。隣の芝生は青い国四国とでも言うべきか、その目つきはファシストさながらやねんけど、
大岩には高松、多度津、琴平を根城にした讃岐鉄道もあったねんから都合は良かった。ただローマと鉄道は一日にしてならず、宇野までの不設難易度は決して優しくない。いくら優しくしてねとねだったところでバコバコ激しくなる一方なんですわ。だから時間がかかる鉄道不設は後回しにして、せめて船だけでも仕事させようと、岡山から高松と多度津から尾道に船をぶっ込んだ上で山陽汽船株式会社を設立。台南の讃岐鉄道とも握手を交わし、汽船を介した連絡運輸を始めたというで、とにかくこれが無効航路のあけぼのにして、マリンライナー界ではエンジンレベルのご先祖様や、かくして四国連絡航路と呼ばれたそれが突き立てた金字塔は、その名声に高わず偉大なもので、連絡運輸の範囲は異常なぐらい広く、讃岐鉄道の駅を出発して、船に2時間揺られたら、西は下関、東は新橋まで行けた中年から、下馬評は火が燃え移るように広まった。と思いきや、初便の挑戦人数はわずかに18人で、ものの見事に大爆死。200トン以上あるフェリーの数体を、サラリーマンの太鼓腹くらい持て余す羽目になってもうた。とはいえ、経験値ゼロの状態からバズれるほど、世界は甘くない。アマゾンの桜系中華業者とかいう、経験値の水増しに走るブライ感は除くが、とにかく、山陽汽船は、飛行地を増やしたり、正確な運航を続けていったりしたことで、経験値を得て結構を浴び始め、ついには市場を独占する無敵モードに。四国連絡航路は、香川県民にとって、うどんに次ぐ生命線になったのだった。中華市のないハッピーエンドに終わったらよかったねんけど、ハッピーエンドって周りのたわいない情景までをも正当化しているかのようでムカつくから、そういう方向に話を持っていきたいんとちゃう。葵ってハッピーエンドをそんな目で見てたの？とにかく高松桟橋から高松駅までは当時1キロ以上の距離があった。せやからよっしゃ四国に上陸して讃岐鉄道に乗るでと意気揚々と補作を思うなら、漏れなく懲役 1.1 キロか人力車への課金かという二者択一を迫られとった。ちなみに徒歩か人力車かの二者択一は岡山県側でも行われていたので、山陽汽船を使うのならば屈強な経済基盤か屈強な足腰が求められる羽目になった。とにかく高松駅を管理しとった讃岐鉄道は、駅を港に近づけへんといつれ積むって考えて、移設の認可も得て地方金を増やしてと手ぬねを引きに引きまくった。しかし用意周到な計画ほどオーバーヒートでニッチもサッチもいかなくなるもん。せやから高松駅の移転は一旦は計画倒れと相なった。もはや燃え尽き症候群のお手本みたいな状況だけど、それでも依然として2往復の連絡航路は好調だった。好調っていうかライバルは他にいないから一人勝ちって言うべきかもしれないけど、ただ船の長期を吹かすだけで満足するほど山陽鉄道はうぬぼれちゃおらへん。むしろそこに穴の開いた水槽のように、どれだけ乗客を取り込んでも山陽鉄道は満たされへんまま。せやから山陽鉄道はオロチのごとく讃岐鉄道を飲み込んで、ますます一体的な運用に乗り出した。これが1904年のことなんだけど、それから数年後に何が起こるかは押して知るべし。ってわけで1906年、鉄道国有法によって、山陽鉄道は讃岐鉄道エリアもろとも政府に買収されたのでした。かつて、1から100までの和を求めよと、ガウスに難題を出した数学教師が、ものの数秒で答えは5050だとやり込められた時のように、優越に浸れる時間は一瞬で終わるもの。かくして、山陽鉄道はおろか、山陽汽船株式会社まで国有化されて、山陽鉄道がほざいた一体的な運用とかいうのさえ、九牛の一毛レベルになるほどの統一感を見せた。しかし、国鉄の手に渡った瞬間、岡山あたりで異変が起きてもうた。県北にある川の上流の根源は、岡山市街地を突っ切る川、旭川。上流からやってきた土砂が堆積したせいで、どんどん水深が浅くなっていき、それまで岡山市街地まで分け入っとった船は、満潮時以外はたどり着けなくなってもうてん。その無様さは、コンドームに阻まれて、流行る未来まで張り付けない精子のごと、せやから人力車を使って、代行輸送的なことをせにゃならんくなった。ただ、人力車にしては長距離やった上、追加で金を巻き上げることもかなわん。おまけに、阪神と高松とを結ぶ連絡船に、民営企業がリーズナブルさを持ち出して飛びかかってきたねんから、営業成績はアイスキューロスにでも描かれそうなほど醜く、下落の一途をたどってもうた。これには国鉄も排水の賃だと捉えたか、かつて山陽鉄道がでっち上げた宇野線。せめて、そいつの不設と高松駅の移設を叶えて、客足を取り戻そうじゃないかと。1910年の1月に、まず高松駅を移転して、6月には賀新昇誕、宇野線の完成を見たのだ。宇野と高松を結ぶ航空路が、ついに完成したってわけで、ここまで回線すれば旅客も V 字回復で、文字通りの順風満帆。っていうサクセスストーリーが見れたらよかったんですけどね。阪神圏とを結ぶ船は、その程度じゃ殲滅できないし、顧客も言うほど釣れやしない。むしろ、なんで四国に行くのに岡山に寄らなあかんねんという顔つきで、営業成績は、ドロップアウト状態から、全然脱出できないままだった。国鉄としては、無効航路の地位をそろそろ安定させたいところ。さながらこのテーブルのように。ってわけで、グリーン車の特権だとかいう、このテーブルを使い倒して、とっとと絵を描こうと思いまんこ。ちなみに1階の普通車指定席には、テーブルなんてのはありません。指定、席以上の仕事をこなす気は点でない、ストイックに職務をこなす強骨なやつだよ。でも9対10程度だと、空気を読めと叱責されるのが、現代の日本です。日本人は文脈と行間に縛られている。とにかく、最初はずっこけた右航路も、小豆島の紅葉に向けた臨時便を設けたり、
大正時代の工業に琴平区への参詣が乗っかるっちゅう強烈なバグがかかったりとかで、向こう航路は見違えるほどの成長を遂げ、ついには積み残しをきたすほど稼いだ。やったぜ。いや、積み残したらダメやんアホ。ってわけで200トン程度の可愛かったフェリーは世代交代で通体が300トン、500トンと大食感の胃袋のごとく船体を膨れさせる羽目になり、最初期とは全然違う理由で苦しむ結果になった。特にきつくなったタイミングは1935年以降、高徳線が全通し、土産線の多度津から須崎がつながり、四国の鉄道がますます活況を呈した時期。そんなビッグイベントともなれば、旅客が爆走することは、そろばんを弾かなくてもわかるはずだし、現にその風向きをひしひしと感じていたから、桟橋や船の改築や装備を考えていた。だけど結局、日中戦争が激化すると、その計画は煙のように消え失せてしまった。こうして計画をぶっ潰したのはええねんけど、問題はその後、国家総動員法が公布されたこと。政府があらゆる資材を手足のように誘導できるっちゅう体制。ただ、向こう航路はただでさえキツキツ。ただでさえ船便はガバガバさが露呈してるのに、このままだと高速プレーパリに身動きが取れない。一応貨物の方は1943年に関門丸を就航させて、そこそこバランスを取ったねんけど、旅客に対してはデコ入れの手の地位もなく、手遊びでもしとるんかってくらい生半可な態度。4列に並んだ乗客が300メートルの列をなすっちゅう夏のビッグサイトみたいな光景は日常茶飯事。せやから44年には乗車券の枚数を絞ったり、乗船制限をかけたりと、向こう航路に乗ることはオプーナを買う権利くらい、そうそう手に入らへんプレミア品へと化けていった。ただ、紀元前から今に至るまで、医療の金貨玉状とされてきたヒポクラテスの誓いでさえ、一部内容は現代に備わない。そのくらい権威あるものでさえ瓦解するのに、付け焼き場の向こう航路の混雑対策が功を奏すはずもなく、桟橋には1000人弱はいる待ち合わせ客がケースに入った綿棒のようにギチギチになっており、1便や2便の見送りは当たり前で、連絡船も積み残し客の輸送に夜な夜な喘いだそうな。ちなみに終戦直後も、復員や引き上げの客でごった返し、毎便決まって殴り合うという、ファミコンのアクションゲーでしか見ない地獄絵図が繰り広げられたそうな。一応、年末には多少落ち着いたねんけど、今度は闇市につけ込んで、怪しげなものを持ち込んでは、運賃も払わず飛び乗るという、スラムっぷりを発揮したそうやで。とにかくこれが昭和の前半までの向こう航路の遠隔だけど、結構笑えない話のラッシュだったかな。でも他人の不幸は蜜の味って言うし、まあ聞く分には面白いんじゃないすか。お前らだってどうせ成功談よりも失敗談の方が好きなんだろ。ただ昭和中期に入ると、向こう航路が冷や汗だらだらの失態をかましたせいで、一気に瀬戸大橋の開通に向けて前進する。そこは瀬戸大橋を渡るタイミングで語るべきかな。ってことで、最初の停車駅境出に到着。その昔は境出高専なる小柄な貨物支線がこの境出から北に向けて伸び取ったねんけど、案の定と言うべきか、1980年代に廃線になっとる。ただし境出港そのものは依然として現役。その港湾っぷりは四国の港にやってくる貨物量の4分の1をさばくほど。ただ今みたいに栄えるのは1948年に修築工事を経て開港してからやっと。それまでは主に塩の集散地として活躍していたけど、時代が下るにつれていろいろ扱うようになり、境出港はツイスターゲームのようにクンズ・オブレツの大混雑に見舞われたとか、それを受けて荒廃地に恵まれた人工の港として境出港を修築する流れが勃興し、その道すがら境出港線の敷設が始まったとか。ところで境出港線への着手は1945年の8月14日本土決戦を見込んでのことやった。着工時期からも分かる通り、平和もへったくれもない動機で、境出駅前に堂々と鎮座するユニティとかいうあの像がおこがましく思えてくるもん。世界平和と東西文化の融合を表したらしいねんけど、境出港線の理念は全く逆のタイラントや。ま、その大義名分も終戦で一気に崩れ、工事はほんの一日でストップしたわけだけど、戦争の問題とはまた別に、港の修築工事はチクチク進めていたわけだから、修築工事の根幹をなす鉄道の計画が潰れちゃ話にならんぞという形で、1946年に再び着工し、その3年後にやっと完成にこぎつけたとかなんとか。1.5 キロ北に行くだけの仕事なのに嫌に時間がかかってるのは、埋め立て工事が意外と難航したり、あとは塩田の買収に時間がかかったりしたから、境出エリアの性格は意外にもクセ者だったことが伺えるんじゃないかね。でもお姉ちゃんにはかなわない。うちに突然銃口を向けるのやめろ。とにかく次の停車駅は瀬戸大橋を渡って岡山県の小島。塩田跡地は境出を出てもなおどころか、むしろ境出を出るとボコスカ車窓に移るようで、ここから瀬戸大橋を渡り切って小島に抜けるまで塩田の跡地をめちゃくちゃ通る羽目になるで。っていうか、塩田の跡地を活用する術がそのくらいしかなかったからってのもあるで。特にそれが顕著なのが、海を渡る切り手前宇多津近辺。この宇多津町、面積が猫の額ほどもないくせに塩田を敷き詰めて荒稼ぎにひた走っており、宇多津と塩田の関係性はパンに塗られたバターのようにべっとり不可分な状態だった。ところが1972年、全国の塩田を止めろというお達しが塩らしく交付された。これまで塩田を手塩にかけてきた宇多津としては、そんなの青波塩のディストピア。
でも、ウタスが持て余す塩田跡地の規模は2平方キロにも迫るから、塩対応を取り続けるのも違う。そこで目をつけたのが、本州と四国をつなぐ計画。こいつが完成すりゃウタスが潤うから、今のうちに都市計画を進めたろ。まあ、どことどこをつなぐたずら未確定で、ウタスに来るかも不明やけど。ってノリで、ほぼ博打で都市計画を進めていったそうやで。一応新駅舎を置きませんかと、国鉄にも意見要望書は出したらしいけど、その水面下でできちゃった根的な計画を進めてたなら、そこ一の善悪は私には到底測れそうもない。まあ、特にごねることもなく、史実の通りになってよかったね、としか。ってわけでここからは、ウタスデルタ線に入って、岡山方面に本格的に抜ける。ところで、線路が分かれて合流した先の、遥か遠くに、ウタス駅が見える気がするねんけど、これでも一応ウタス駅には寄っとる、っていうか、通過する扱いになっとる。それもそのはずで、このデルタ線、ウタス駅構内にあるっていう立ち位置なので、余談だけど、このマリンライナーはウタスを経由するっていう立ち位置と、指定席料金は50キロを超えると上がるっていう2つの要素が嫌な早朝効果を生んでいるようで、岡山から境での指定席は、ウタス駅のせいで、ギリ50キロを超えるので割高っていう構図が生まれている。ウタスから高知、松山方面に抜ける人も、まあいそうな以上、四国一同が大賀を恋願った瀬戸大橋線のせいで、四国にヒエラルキーができそうになっとるねんけど、普通に切符を買う分には、マリンライナーで、坂出に上陸してから、宇多津方面に抜けても、坂出から宇多津の運賃は、農家になるっちゅう、カーストを鳴らすかのような制度が設けられとる。でも、岡山から愛媛、高知までぶっ飛ばす特急は、坂出を通らず、そのまま宇多津に行くので、特急にお金を使ってくださるセレブな方々は、あれこれ、頭を悩ませる必要などないのであります。我々快速京都はつましく、エピクロス派よろしく、治安にふける性的快楽の世界に潜らせていただきます。高松側から乗ってきたやつのことは知らん。まあそういう金勘定のことはどうでもよくてですね。どうでもよくないやろ。次の話題に移らないとらちあかねえだろ、察しろよ。でもこの閉塞しきったよ。11万票を得た政治的発言の凄みは格が違うので、しばらく黙っててもらいましょう。さて、この瀬戸大橋がかかったのは、ほんの35年前に過ぎないけど、四国と本州に橋を架けるっていう考えは、明治中期という、遥か昔からあった。その発端は1889年、讃岐鉄道が丸亀から琴平を完成させたタイミング。この時の開通式で香川県会議員が挨拶のついでに提案として、四枠諸島とかいう瀬戸内海の島に橋脚を乗せて橋を架ければめっちゃよくね、と抜かしたのが始まり。ただ、この頃は鉄道黎明期、クリボーレベルの鎖国架線でさえ越すのに苦労していた時代だってのに、U20 キロはある瀬戸内海をお茶の子さいさいで越えられようか。ってわけで、その発言は瀬戸内海の水しぶきのごとく、とことん忘れ去られていった。一方、フォーマルな提案は、数十年後の徳島県側で勃発しとった。一気に下って1914年、徳島県が輩出した衆議院議員が、鳴門に橋を架けませんか、と持ち出したのが、全国に計画を知らしめるきっかけにはなった。ただ、所詮は1910年代。今やったら、何のこれ式レベルで超えられる鳴門の渦潮も、当時としては、横車を押すようなもん。せやから無論却下されたねんけど、四国は、その程度じゃ諦めきれへん。むしろ各県揃いも揃って、絵に描いた餅を膨らませ始め。その夢物語は、オデュッセイアよりも長く壮絶になるばかりやった。そうして、運動がじわじわ激化していく中、1955年の春に、二つの転換点が訪れた。まず一つは、国鉄が、鳴門経由の連絡船、本市淡路線の調査に着手したこと。でもう一つは、向こう連絡船が事故を起こしたこと。というのも5月11日の瀬戸内海は、五里夢中落ちていく濃霧に見舞われていた。その霧で局部が見えなくなるならむしろお得だけど、ここは予断を許さぬ大海原。高松港を滑り出した連絡船は、不幸にも別の国鉄船とまともに激突し、沈没。168人の命が失われることになった。しかも大部分は、修学旅行に行き立つ学生たち。この凄惨な事故もまた、航路に甘んじる現状に一石を投じることになった。ところで、遠く離れた青函トンネル側の建設計画も、東亜丸の沈没事故によって進んだねんけど、その東亜丸事故は、武功連絡船の事故から遡ること、わずか8ヶ月のうちに起こっとる。一応どっちも天才絡みやねんけど、ここまで立て続けに大規模な事故が起こっちゃう。むしろ、国鉄そのものが天才とでも言うべき事案や、不幸か不幸か、って言うたら明らかに不幸やねんけど、とにかく計画を後押しするきっかけにはなった。なんてこと言うとったら、列車は、吉間パーキングエリアの資金を滑るように通過。瀬戸大橋線の真上を舐める瀬戸中央自動車道の施設として抜群のロケーションを独占しとるから、あのパーキングエリア単体でも目と鼻の先に広がる瀬戸大橋をじっくり眺められる観光地として機能しとるし、実際あのパーキングエリアに夜だけ寄って対岸に渡らず折り返すことも可能な構造をしとる。そんな具合にリゾートっぽい様相をあっけらかんと呈する吉間パーキングエリアからは、瀬戸大橋に恍惚の表情を浮かべる暇もなく、ノンストップでぶっ飛ばすマリンライナーに対して、そんなに飛ばして何になる、せいてはことを損じる、という説教じみた歌い文句が、このうつ然としていた小さな島から、なんとはなしに伝わってくるもの。でも仮に、ここに駅ができて毎便止まることになったら、それはそれでムカつく気がします。ところで、瀬戸大橋を形成する橋は6つ。まあ6つ全部言うのは邪魔くさいから、各自呼んでほしいねんけど。遅いから読み上げなさいよ。
そこまで激高することある。あと字幕で文字を隠すの、読み上げないボイスロイドよりもダメじゃない。下の口をこき使ってる分、上の口を休ませたいお姉ちゃんの代わりに言っとくと、北から中に下津伊勢東大橋、筆石島橋、岩黒島橋、吉島橋、北備山瀬東大橋、南備山瀬東大橋。そのうち、与島パーキングエリアの北側にある吉島橋は、この瀬戸大橋の、大体中間部に位置している。12.3 キロの瀬戸大橋も折り返し地点、架橋までの道のりを再び語っていくのだ。さて、国鉄の調査と連絡船の事故を経て、架橋に向けて前進した路線計画だけど、1960年手前には、道路整備っていう視点からも、本州と四国をつなげたいって案が出てきた。そこで、当時の道路整備を担っていた建設省は、4ルートに分けて、道路橋の調査を開始した。一方で国鉄も、1961年、宇野から高松、下津から堺での調査を考え始めて、本紫微山線、中、固有名詞が出てくるのは、このタイミングでのことや、こういう感じで架橋計画は、道路と鉄道が別個に調査を進めてきたわけやけど、お互い目指してるところも方向性も一緒なのに、何そ知らぬ顔で、水と油の関係保っとんねん。仲良く一緒に橋を架けた方が、安上がりやし効率的やろとあいなって、1961年には国鉄と建設省が手を取り合って調査をスタート。とりあえず土木学会に技術的にいけるけ、中検討を委託してみた。ほどなくして鉄道敷設の管轄が鉄建公団に、道路の管轄が道路公団になった後、土木学会の調査を経て運輸省と建設省が5ルートに絞って概要を取りまとめたんだけど、そのうち3ルートが高松周辺に集中してて団子になってるところの騒ぎじゃない。小池百合子が見たら密ですって絶対叫ぶ。だから地域経済の観点から5ルートを洗いざらいした結果、ルート候補は鳴門、堺で今治の3つにギュッと絞られることになった。高松の田の字もなくなってんじゃねえか、どうなってんだと香川県民は孤立かもしれないけど、全ての権力を高松へと言い出すのは一極集中と終わりの始まりだから致し方ない。ところで5ルートでぼやっとしとった頃は熾烈な沈丁合戦が起こっとったねんけど、3ルートの建設が確定する頃にはその紛糾も大方終わりを見せてん。そう考えるとやはり人間ってのは一縷の望みにことごとく生かされていて、その望みが叶おうが消えようがお構いなく愛想もこそも突き果てる意地汚い生物なんだな。で、結局鳴門ルートと堺出ルートは道路と鉄道を併用する橋、今治ルートは道路だけにしようって計画で調査を進めて工事を始め開通に至る。そういう具合で今治は鉄道側から兵庫県知事のごとく梯子を外されてるし、鳴門側についてはそれっぽい構造は作ったがって状態から進歩はしてない。ってわけで本州と四国を結ぶ鉄道は現状瀬戸大橋線の一人勝ちで、輸送密度にして今でも2万2000を超えるっちゅういい意味で四国らしからぬ数字を叩き出しとる。え、それまでエリートだったはずの右高航路は今生きてるかって。瀬戸大橋線と自動車道にとっちめられてつい5年前に全面的に廃止になったねんけど。ってわけで高松から宇野までにゆっくり1時間費やす、人間のリズムに合わせた悠長なフェリーとは違い、マリンライナーは高松から30分、堺出から15分で息つく暇もなく対岸の岡山県に滑り込む。さすがは時速130キロの普通列車と言いたいところだけど、そもそも橋梁町は最高時速が120キロに抑えられているので、マリンライナーが本領を発揮することはほぼない。走ったら先生にぶちのめされる廊下界隈で瞬足を吐くようなもん。一応新幹線が通る場合に備えて最高時速160キロを目標に設計されたとか言うねんけど、現状四国の新幹線計画はマーチングバンド並みに足踏みに徹しとって、果たしてここを通るのか、なんならうちらが生きてるうちに開通するかもわからん。でも今にわかる、そっちの方面でわからせようとしないで。あと、わざわざナイフの絵を描く必要性あった。バイオレンスな妹は置いといて、列車は小島駅に滑り込むで、瀬戸内海を隔てた先の小島駅も案の定塩田の跡地の上に立っとるらしいで、ここまで塩田と年頃やったらもはや快速ソルティライナーにでも改名した方が良さそうな事案や。ほぼ一種類しか食材がない世界のキッチンが生み出した某ライチ飲料との互換が似とるし、で、この小島駅でバトンタッチして JR 西日本の管轄に移る。瀬戸大橋は何のためって言われたら四国とをつなぐため、なんで渡り切ってしまったら JR 西日本に身を委ねたって構わんのだ。ちなみに小島駅前にある家電量販店は小島かと思いきやヤマダ電機。小島駅周辺では随一のビビッドな色調で他店を見てきてくださいと吹聴しているところに、小島に対する煽りスキルがなんとはなしに浮き出て見えるもん。そうした残酷な競争は鉄道界においても熾烈だというのか、この小島駅からは下津電鉄なる軽便鉄道が伸びてたけど廃線になったとか、軽便鉄道だからどうせ1世紀前だろとかいう赤日を忍んでなんぼの先入観を持つなかれ、確かに敷設は1世紀前だけど期間を変えずに平成の最初期までしぶとく生き残った。でも輸送実績もレトロ鉄道よろしく繁盛を極め続けたわけじゃない。最盛期には茶屋町から小島駅近郊を通って南岸の下津駅まで踊り出た。その路線は車社会にぶちのめされた結果、1972年には下津電鉄の小島駅以南しか残らずじまい、もはや発展は望むべくのないと思っとった矢先、瀬戸大橋線が来るっちゅう噂を聞きつけた。小島駅ができると聞いた下津電鉄は起死回生、この路線を観光鉄道化したい思うて、わざわざ新車の導入までやり遂げて口八丁手八丁をひけらかす勢いで奔走した。
しかし瀬戸大橋という雄大な野望を前にしては小島駅近傍のロリパターなどものの数でもないのか。新進気鋭の新型車両も新刊としたきりで1990年の除夜の鐘とともに命を散らしたそう。まあ元々の伏せついとが宇野線のせいでうちの港が錆びれるとやばいとか言い出した。エゴイズムに脳髄まで汚染されたのが伏せつの動機だった路線だから戦争への転注って説もなきにしもあらず。でもよく考えたら人類全員エゴイストで人類全員が人生という形で罪滅ぼしをしている生物だから下津電鉄だけ取り立ててやいのやいの非難してる場合じゃないね。言ってることはようわからんけど起承転結全部の思考回路が危なくない？そんなことはない。少なくとも小島から茶屋町のトンネルまみれの真っ暗な車窓に比べたらなんとも明るく心地よい論理構成じゃないか。何かを下げる癖を抜かへんと自分の首を絞める羽目になれて。あと茶屋町から小島のトンネルの多さは環境問題と用地買収の問題っていう明確な理由付けがありますから。もうトンネルの暗さとかは置いといて本州と四国をぐっと近づけたマリンライナーグリーン車からの眺めは格別やから四国を訪れるときはぜひ乗ってってな。でも神話の中の四国ってだいぶエグい描写されてませんでしたっけ？太古の昔にニュートラルな価値観で形成された神話にまで立てつくな。別に批判はしてないが、さてはてめえポリコレ中だな。こっちとらクリエイター様だぞ。文句でもあるのか？なんで今日の葵そんな地獄みたいな感性なの？それともツイッターの露悪な部分だけ抽出して煮詰めた集合体が葵に化け取るだけ？私偽物じゃないよ。本物ならなおのこと問題なんやけど。とにかく茶屋町に到着。宇野線とはここで接続しとる。雨に降られたせいで窓がぐちょぐちょになっててようわからんねんけど、四国には4日間滞在してたんだけど4日とも雨がばらついてたの。マジで面白い。まあそれはええねん。でその宇野線、かつての大動脈に鎮座していたのも夢の跡。輸送量は随分落ちぶれたもんで、輸送密度が4000を割り込んだ毎時1本程度の寒風すさぶローカル線へと変貌しとる。さはいえど宇野港は依然として小豆島へのアクセスは担っているもんだから、2016年の春からは宇野線のことを宇野港線という愛称で呼び始めたとか。フェリーの出発点たる宇野港を想起させるための愛称らしいけど、想起を通り越して普通にもろ言ってませんかね。人間の想像力を愚弄している。とにかく茶屋町を出れば早いもんで、残る停車駅は瀬能と岡山の2駅のみ。ここまで来れば5000系お得意の約30キロ運転で岡山まであっちゅうまと思いきや、茶屋町以北の最高時速はだかだか100キロな上、単線区間がぼちぼち現れるようで、ライナーが効いて呆れるほどの鈍速列車へとなり果てる。時速100キロなのがまずドン引きだけど、それより単線くらいどうにかしろって言いたいもの。ところが実際は一部伏線化でこと足りるって混乱だったらしい。てのもこの瀬戸大橋線は乗ればわかる通り四国とのつながりが強い路線とはいえ、一部区間は単線でやってる上に海峡部は強風の影響も受けやすい。だからダイヤの柔軟性たるや整体師が笑い転げるほどガッチガチだった。とはいえ全線を伏線化しようものなら100億円もの事業費がかかる。そんな大金を溶かせとねだるなんて、四国はなんてお坊ちゃまなのかしらとのらりくらりと煽られて、国のゴーサインが全く出なかった。しかしかのエジソンが失敗はしていない、何回も挑戦しただけだとへりくつをこねたように、四国も何かしらの形でためつすがめつ別のアプローチから計画をこねくり回すことにした。その結果行き違いが厳しい愛路になっているのは今通っている久部原から備中三島の3キロ強のみと判明。ついでに茶屋町から小島の線形を改良して時速130キロでぶっ飛ばせるようにすれば、四国と岡山との所要時間をおおむね3分は縮められる。そこで線路の改善に向けて瀬戸大橋高速鉄道保有なる山石が立ち上げられ、一部伏線化や一部スピードアップといったそこそこの速達効果を実現しているそうな。ところでその瀬戸大橋高速鉄道保有は山石やから自治体もある程度は金を出しとる。で JR 西日本の他には香川と愛媛が出資して叱られない程度には利便性を向上してきた。ところが肝心の岡山県は一切出資せず、熱意はマイナス273度すら割り込んでいた。しっかりした理由としては当時の岡山県が行財政改革に取り組んどったから。その頃の岡山県は財政が火の車でこのままだと破産しそうやったねんから、タケノコくらいスリムながらもしたたかに伸びゆく行政の実現に奔走しとった。実際身を粉にする勢いやったねんけど、それでもあんまり上向いとる感じがせえへん。そんな様子やのにどこの馬の骨かも知らん山石に金を投入できるはずがない。結局瀬戸大橋線など県もほろろで事業費の課金だけにとどめる形をとっとる。ところで同じく出資してない自治体には徳島高知も存在する。こいつらも瀬戸大橋線や四国の敵じゃないのか。得ってかかるのはあまりにも短気。いつまでも体育会系じみた理念を引っ下げてやれ一致団結だのという精神からは卒業しなさい。高知の場合あまりにも離れすぎてるから 2,3 分の短縮効果なんか誤差やし、その効果でさえ秘境を闊歩する単線路線として名高い土山線でプラマイセロになるんとちゃうかと。あと徳島県の場合、確かに岡山への直通列車はあるねんけど、たった2往復の直通列車のためだけに身銭を切らせようとするなんて、四国界隈はバブリーやんなーとか言って、出資はやんわり小判だし、事業費の負担割合も綿菓子よりも軽いものになった。その理屈で行くんだったら本来は愛媛も消極的になりそうなもんだけど、愛媛と香川はフリーゲージトレインに希望を見出していたからこそ大米を叩くに至ったそう。
ちなみに、クリーンエッジトレインってのは、レールの幅に合わせて、車輪の幅を変えていく車両のこと。四国では、新幹線から予算線への直通に、クリーンエッジトレインが使えそうやった。予算線は、小生駅にも、松山の先まで電化されてたので、土台としては申し分ない。あと西九州新幹線では、クリーンエッジトレインを導入予定だったそうなので、愛媛県が瀬戸大橋線に向けた眼差しは、馬券ごときに時間と金と人生の意味を投げ打つ、ギャンブラーよりも輝いていた。ところが、そんな車両を量産するなど、よっぽど、羽振りが良くないとできひん。ガマ口開いて財布の紐をガバガバにするムーブメントは、もはやまた開いてガバガバにするノリと全く同じ。そんな節操もないことできないよ、ついでにできないよ。ってわけで、クリーンエッジトレイン関連の試験設備は、今年にも九州から姿を消し始めるし、四国の導入なんてなおのこと望めないことは、ほとんど暗黙の了解とかしとる。そんな具合で、瀬戸大橋線の高速化を都道府県から考えてみると、香川は積極的、愛媛は骨折り損、徳島と高知と岡山は懐疑的。瀬戸大橋線は確かに四国と本州をぐっと近づけたけど、それ以上に深く広い溝を4県に作った気がしないでもない。その荒れ方は四国と言わず、5個16国をも想起させそうだけど、そもそも人間には誰かにマウントを取ることでこそ、ドーパミンが刺激されて優越に浸るという回路が、太古の昔から本能的に、ひどくナチュラルに備わっているのだから、荒れるのは好ましくないだのと講釈を垂れても、一切合切無駄骨に終わるからな。そんなことないって？インターネットとかいう最高に最悪な教科書で、一体何を学んだんですか？岡山は、中国地方第2の都市っちゅうこともあって、右手には射殺な車両どもがお出ましや。その車両群の中には、213系と称する車両も鎮座しとる。どうせ凡庸なオンボロ骨董品車両なんだろと、せせら笑って足元を見る中で、あいつこそ、他でもない、初代マリンライナー。1988年の導入当初は、パノラマ車両までつけて、人々を幻惑させてきたものだけど、いかんせん本市をつなぐ道路が、瀬戸大橋以外に2つ開通した上、高速道路も整備されてきたもんだから、マリンライナーの乗客は、たった14年で3割減を見たとか言う。そのくせこいつは、時速110キロしか出さないくせに、高性だからすぐ円外でダメになるグス。ライナーの肩書きもライアーそのものと言わんばかりの車両だった。それで、今乗っとる新型が出たら、初代には、主に中国地方に隠居してもろた。その際、一部車両は、先頭車架改造がされて、側面まで、バイ投げを食らったかのように、真っ白になっとる。瀬戸大橋線の立役者だったとは思えないほど、無様な余生の過ごし方だけど、マリンライナーでかれこれ15年も働いたんだから、ギャーギャー言う筋合いなど、もうないのだ。ま、それを言い出したら、この2代目は、とっくに20歳超えてるんだけど、こいつは、京阪神地区では新快速として走る、223系とかいう新芽がベースなので、天下の台所にさえ、古代よろしく住み着いてるのに、まさか20年ぽっちで引退するわけあるまい。名調しがたい安心感を得たところで、バカみたいな量のお土産片手に、岡山で下車。JR をご利用くださいまして、という LED 表記が、会社をまたいだってことを、いやおうなしに思い起こさせる。せやけどそのビッグイベントは、高松から1時間しないうちに終わってん。それだけ、本州と四国をぐっと近づけた、マリンライナーの功罪は、計り知れないもんがあるで。皆さんもグリーン車に乗りなさい。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 うわ、最悪や。妹が乗りなさいホットになってもうた。もうお家勝手に帰るからな。ほな、また。乗りなさい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 。の。良きサマリア人の逸話を、姉は存じ上げないようである。